レビジャレット・バートンは、アメリカ合衆国、サウスカロライナ州ウェストミンスター出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2002年、MLB ドラフト8巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、6月12日に契約。A-9 バンクーバーカナディアンズで13試合に、登板し、0勝4敗1セーブ、防御率3.58だった。2003年は、 A 級、ケーンカウンティクーガーズで15試合に登板し、2勝1敗、1セーブ、防御率2.27だった。2004年は、ルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで5試合に、登板後、7月に A 級モデストアスレチックスへ昇格。A プラス級では10試合に登板し、3勝2敗、防御率4.78だった。 2005年は AA 級ストックトンポーツで52試合に登板し、4勝4敗24セーブ、防御率2.60だった。2006年は AA 級ミッドランドロックハウンズで53試合に登板し、6勝5敗1セーブ、防御率4.14だった。2006年12月に行われたルール5ドラフトでシンシナティレッツから指名され移籍した。 2007年は開幕ロースター入りを果たし、4月4日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの9回表から登板したが、先頭打者に支球を与え、ダイソーのロニー・セデーニョが投塁死したものの、続くアルフォンソ・ソリアーノにも支球を与え、その際に冒頭記録。さらにジャック・ジョーンズにも3者連続となる支球を与え、降板した。4月7日に、 球場の外野をランニング中に左ハムストリングを痛め、翌日の4月8日に15日間の故障者リスト入りした。5月9日に復帰。その後は10試合に登板していたが、6月12日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りした。7月7日に復帰。復帰後はセットアッパーとしての起用が増え、シーズン終了まで定着した。 この年は47試合に登板し、4勝2敗、防御率2.51だった。2008年も開幕から、リリーフ陣に加わったが、7月19日に、右腕の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月2日に復帰。この年は故障で、約2ヶ月間離脱したものの、54試合に登板。5勝1敗、防御率3.22だった。 2009年2月21日に、レッツと1年契約に合意。この年も開幕ロースター入りしたが、開幕から20試合で、防御率6.33と不調が続き、6月1日に、トリプル A 級、ルイビルバッツへ降格。降格時には、自分の投球ができていなかったと話していたが、代わりに故障者リストから復帰したエディンソン・ボルケスが、翌日の6月2日に、 再び故障者リスト入りしたため、再昇格した。昇格後は主に敗戦処理として9試合に登板し、防御率2.19と高騰していたが、メジャー未経験の内野手であるドリュー・サットンを昇格させるため、7月1日にトリプル A 級へ降格。突然の降格に気を悪くし、報道陣の質問にも答えなかったが、降格後はトリプル A 級で8試合に登板し、 二勝零敗、防御率1.00と完璧な内容を残したため、7月20日に最小格。しかし7月26日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月10日に復帰。この年は53試合に登板し、一勝零敗、防御率4.40だった。2010年1月18日に、レッツと81万ドルの1年契約に合意。 スプリングトレーニングでは7試合に登板したが、防御率5.63と振るわず、ルーキーのローガン・オンドルーセックにリリーフの座を奪われ、4月2日にトリプル A 級ルイビルへ降格した。4月8日に甲状腺機能更新症の診断を受け、5月20日に復帰。トリプル A 級では33試合に登板し、3勝2敗、4セーブ、防御率2.61だった。 シーズン終盤の9月13日にメジャーへ昇格し、4試合に登板した。2011年1月6日に、レッツと75万ドル出来高の1年契約に合意。スプリングトレーニングでは9試合に登板したが、3月31日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。その後も右肩の状態はかんばしくなく、4月からは、 ノースロー調整が続いていたが、4月18日に60日間の故障者リストへ移動し、4月22日に関節教師化手術を行った。8月23日に故障者リストから復帰し、トリプル A 級、ルイビルへ移動。登録枠が拡大された9月1日に最小格した。この年は6試合に登板し、防御率3.86だった。 オフの10月31日に40人枠から外れ、トリプル A 級、ルイビルへ降格したが、11月1日にマイナー契約を拒否し、FA となった。2011年11月11日に、ミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2012年は、スプリングトレーニングで11試合に登板し、防御率1.64の高騰を見せ、4月4日に、 ツインズとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りを果たした。この年は64試合に登板し、3勝2敗後、セーブ、防御率2.18を記録。オフの12月6日に、ツインズと総額550万ドルの2年契約を結んだ。2013年は、自己最多の71試合に登板し、2勝9敗に、セーブ、防御率3.82だった。 2014年は68試合に登板し、3勝5敗、3セーブ、防御率4.36だった。オフの10月22日に、ツインズが360万ドルの球団オプションを破棄したため、FA となった。2015年2月16日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を交わし入団。3月26日に自由契約となったが、契約内容を変更し29日に、 マイナー契約で再契約を交わした。5月16日に再び解雇となった。5月24日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、6月30日に自ら契約解除を希望し自由契約となった。86から90マイルのチェンジアップを主体に投げる珍しいタイプの投手。ついで91から96マイルのフォーシーム。 84から88マイルのスライダーを投げる割合が高い。ありがとうございます。